マイスナーは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベラ・マイスナー軍に属す、町村である。マイスナーは、ホアー、マイスナーと、マイスナーカウフンゲンの森の中にある、ベラ川沿いの谷との間に位置するクレッセルベルクの、ふもとに位置する。カッセルの南東約40キロメートルにあたる。マイスナーは、北は、ベルカタール、東は、エッシュベーゲ、南は、ベーレタールと、バルトカペル。 西は、ヘッシュシュリ・ヒテナウと境を接する。自治体マイスナーは、アプテローデ、アルベローデ、ゲルメローデ、フォッケローデ、バイデンハウゼン、ベリングローデ、ボルフテローデの7つの地区からなる。自治体マイスナーは、ヘッセン州の地域再編の時代、1971年に、それまで独立した町村であったアプテローデ、アルベローデ、ゲルメローデ、フォッケローデ、バイデンハウゼン、 ベリンゲローデが合併して成立した。1974年に、これに、ボルフテローデが加わった。マイスナーの長議会は23議席からなる。町長は直接選挙で選出され、任期は6年である。2002年からフリートヘルム・ユングハンスが、マイスナーの町長を務めている。ゲルメローデ修道院毎年、生態の祝日後の週末に、アプテローデ地区で、 カントリーフェスティバルが開催される。毎年第一アドベントに教会周辺でクリスマスマーケットが開催される。ありがとうございます。